事件当時17歳だった男は13年前神戸市北区の路上で高校2年生だった堤翔太さんをナイフで刺し殺害した罪に問われていますこれまでの裁判で男は殺意を否認弁護側は事件当時幻聴が聞こえるなどして心神耗弱状態だったと主張し殺意の有無や刑事責任能力の程度が争点となっています のの裁判では男の精神鑑定をした医師の証人尋問が行われました。医師は男が主張する幻聴や妄想には病的な特徴がなく睡眠や食欲など日常生活にも影響がなかったことまた病的な症状があるかのように供述が変遷していることを指摘犯行当時男に精神障害はなかったとした上で 誇張や虚言で症状を偽装し統合失調症を装った可能性が非常に高いと述べました裁判終了後会見した堤さんの父親は新しく自分で作り出したストーリーを当てはめてそれで後半乗り切ろうかとぐらいの本当に舐めた感じでやってたんかなと思います自分の しの嘘を突き通すために被害者をもっともっと陥れるような言葉を言ってるんやから、本当に許せせまんよね来週月曜には検察側の論告求刑が行われます。